じゃん。ユニクロとジェイド買い物したの？うん、夏の新作がもうとっても可愛くってたくさん買っちゃった。よかったらさ、紹介してくれる？うん。まず一つ目がこちらのトップスです。これも初っ端から言っていい？うん、大好き。可愛いよね、このトップス。うん、このケーブルニットがとても話題になっていて、私も欲しいなと思ってユニクロに行って4色展開あったんですけど、試着してみてこのカラーが一番合っていて、いろんなボトムスだったりいろんなコーデに合わせやすいかなと思ってホワイトカラーを選びました。でもね、そのホワイトカラーね、うん、すごくお肌が白く見える。あ、本当に？うん、カラーもとっても綺麗だし、何よりこのシルエットがとっても綺麗だなと思って、体のラインが綺麗に出るシルエットで、うん、着痩せもしてくれるかなと思います。体にピタッとする生地感だよね。うん、着心地もとってもよくってふわふわもちもちしています。本当にね、うん、その通りで触りたくなる生地感してるんだよね。うんうんうん。でもニットだけど薄手の生地なので暑くもないし夏でも着やすいです。これはね、男性の方がすごく好きなファッションだと思います。嫌いな人はいないよね。私はこのイチローくんからプレゼントでいただいたシャネルのブローチをワンポイントでつけています。うん、このニットを単体で着たらカジュアルに着こなせれると思うけど、うん、こういった高級感あるブローチをつけることでよりゴージャスに高めにするよね。うん、スカートも今回こちらはユニクロのものではないんですけど、うん、韓国通販で買ったのかな。前々から持っていたこちらのティアードスカートを合わせることによって、うん、大人綺麗なコーデにしてみました。Aラインシルエットがすごく綺麗だよ。またこれをパンツで合わせたりしたら、うん、イメージが変わると思うし、うん、この夏たくさん使えそうです。続いて2点目に購入したのがこちらのトップスです。かわいい。またさっきとは違う可愛さだよね。ちょっと雰囲気変わるよね。そうだよね。うん、こちらのトップスの一番のポイントは、うん、これ実はカップがついていて、うん、とても楽ちんなんですよ。1枚でさらっと着れちゃうので忙しい方にもぴったりですし、こちらホルターネックになっていて、うん、形もとっても可愛いんですよ。こういうリブタンクとか見たことあるけど、うんうん、目に惹かれるよね。普通のノースリーブだと私二の腕が気になってしまうんですけど、うん、ホルターネックになっていることによって、うん、肩が大きく出るので、うん、それが着痩せにもつながるし、エレガントなイメージでヘルシーに着ることができるので、そこもいいよね。あとカラーも可愛いよね。うん、可愛いよねこのカラー。ゆいちゃんにねすごく似合ってる。ピンクカラーってちょっと難しくて、オレンジ味の強いピンクもあったり、青味の強いピンクもあったりね。そう、いろんなピンクがあるんですけど、うん、こちらは淡いベビーピンクカラーなので、うん、お肌の色にもぴったり合って着やすいカラーのピンクですよね。うん、まさにゆりちゃんのために作られたと言っても過言ではない。いい指です。でも本当にお気に入りすぎて今回ピンク買ったんですけど、ブラックとホワイトも欲しいなと思って次ユニクロ行ったら買う予定です。今回はもともと持っていたグレディで購入したキルティングのスカートを合わせてみました。シルエット綺麗だね、うん、本当。最近はね、Aラインシルエットがすごく流行ってるみたいだから、うん、黒着こなしも可愛いよね。うん、すごく可愛いと思います。私はスカートで合わせたけど、このトップスもデニムだったり、うん、カジュアルなボトムスに合わせても可愛いと思います。うん、続いて3点目に購入したのがこちらのトップスです。破壊力が高すぎる。見れないぜ俺。これも可愛いよな本当に。すごいぞ本当最近のユニクロ。さっきより気品がより増してて、さっきのお洋服とはまた違ったイメージになるよね。そうだよね。うん、髪の毛一旦こうパッてやってみよっか。なんでそんな指示するの？あー、このスクエアネックっていうの、男性の方大好きですよ本当に。でもこのトップスのポイントはスクエアネックになっていることによって、うん、デコルテ周りはとても綺麗に見えることだよね。本当そうだと思う。胸元が大きく開いてるんだけど、うん、自然とやらしさがないよね。胸元が大きく開いてることによって小顔効果にもなると思う。うん、確かに首周りもお顔の周りもすっきり見えるよね。シンプルなネックレスでも映えるよね。そうだね。こういった胸元が大きく広がっているお洋服を着るときに、うん、何の下着を合わせればいいのかなって悩むじゃないですか。いつも悩んじゃってて、うん、どういうのを合わせればいいんですかっていった質問もたくさんいただくんですけど、うん、なんとこちらのトップスも実はパッド付きなんですよ。
くるじゃんすごいな。なのでそういった悩みも解決してくれて、さらにこう1枚で着れるので楽だし、さらにさらに楽なのに手抜き感がない、しっかりと高見えもするし、しっかり感が出るので、このトップスもお散歩に行く時だったりとか、ちょっとしたお出かけに私たくさん使っちゃいそうです。イメージできる。こちらもリブニットで縦ラインになっているので、着痩せもすることができるし、ピタッとラインなんですけど、体のラインが出るので綺麗に見せてくれます。続いてが最後のユニクロでの購入品になるんですけど、最後はこちらのワンピースです。本当にユニクロ？ユニクロで2990円です。2990円。このワンピースも本当に高見えするよね。本当に高見えする。ディナーとかさ、パーティーのシーンとか使えそうじゃない？と思います。シンプルなデザインなんですけど、形が綺麗なので高見えもするし、本当にいろんな場面で活用できるワンピースだと思います。しかもこちらのワンピース、高見えするだけじゃなくって機能性も抜群なんですよ。夏ってとっても暑いので、少し歩いてるだけでも汗かいてきてしまうじゃないですか。でもこのワンピースはエアリズムのワンピースなので、そんな汗も速乾してくれるんですよ。触ってみると分かるよね。あ、だから高見えするんだね。そう、ストレッチ性もあるので動きやすいです。あと防臭効果もあるので、気になる汗の匂いも抑えてくれるし、生地が少しひんやりと感じられる生地なので、着ているだけで涼しくなって、夏には嬉しい要素がたくさん詰まったワンピースです。こんなシンプルなワンピースだけど、たくさんの機能性が詰まってるなんて人気の理由がわかるよね。そうだね、今はネックレスだけだけどさ、いろんな小物とかつけててもすごくいいんじゃないかなって思う。あと私すっごく嬉しいのが、なんとじゃじゃじゃん、ポケットがついてるんですよ。リップだったりとか、少し何か入れたいなっていう時にポケットがついてるとありがたくて、私はポケット付きのお洋服が大好きなんですけど、ポケットがついてるのにカジュアルになりすぎずに、それでなくついているので目立ちすぎず、とても私の中の大きなポイントです。ここから GU の購入品になるんですけど、 GU で少し前に買ったんですけど、こちらのカーデガン合わせてきても可愛いんですよ。じゃーん。あ、ほんとだ、いい感じだね。ね、しかもそのニットカーディガンさ、確か UV カットじゃなかった、うん、そうなんですよ。夏に嬉しい機能性がたくさん詰まったワンピースに、さらにこちら UV カットされるカーディガンなのですごいコンビネーションだね。もう夏にはもってこいのコーディネートです。 GU にでもそういうの売ってるんだね。私 UV カットのアイテムをよく GU で購入することが多いんですけど、うん、このカーディガンのポイントが UV カットしてくれるだけじゃなくって、丈感が結構短めなショート丈になっていて、こういったワンピースを合わせるときにウエストラインが高くなって足の赤効果もあるので、そこも嬉しいポイントです。スタイルがすごくいいですね、ゆりなさん。スタイルよく見せてくれるよね。そうだね。カーディガンパート2です。こちらのカーディガンを買ってしまったんですけど、うん、これわかるかな、画面越しに。遠目からだと分かりづらいと思うんですけど、近づくと分かりますか？分かる分かる分かる。ラメ感がとっても可愛いですよね。可愛い。この派手すぎないラメ感なので、うん、目立ちすぎず、でもちょっとキラッと華やかにコーデを映えさせることができるので、このコーデ感も見た瞬間に私これ絶対買おうと決めました。生地感もちょっと腕が透けるぐらいしっかりとしているんですけど、うん、厚すぎない生地なので、うん、この季節から秋冬まで着ることができます。また白のカーディガンと合わせるのと黒のカーディガンで合わせるのとでは全く雰囲気が違う、うん、同系色で合わせることによってちょっと落ち着いた雰囲気が出て、うん、さらにお上品な感じがプラスされるので、この着こなしもとても可愛いと思います。あとはボタンも可愛いんですよ。ツルツルしてる。こういう細かいところが高見えするポイントになるよね、うん、やっぱり夏はお外では暑くてもショッピングモールだったりとか、室内に入るとエアコンでね少し寒いなと感じてしまうことがあるので、カーディガンだったら場所も取らずにカバンの中にしまっておくだけでさらっと羽織ることができるので、うん、私は夏にカーディガン買うことが多いです。それで実は GU でじゃじゃじゃーん、こちらのバッグも購入しました。このバッグ可愛いよね。ね、可愛いですよね、うん、デザイ
インというか、うん、形というか初めて見ました。こちらもキラキラしていて、このキラキラ感も可愛いと思って、うん、こういったシンプルなお洋服に同系色のバッグを合わせても、うん、このキラキラ感がプラスされてとても可愛いなと思って選びました。これいくらだっけ。こちらはなんと1290円です。安すぎないかな。うんうん、これ1290円か。これでも買っちゃうもんね。軽いです、とっても。でも中はかなり入って、うん、私は今スマートフォンを入れているんですけど、スマホもバッチリと入れることができます。あとお財布とか鏡とか必需品は入りそうです。ちょっとしたお出かけとかにちょうどいいかもしれないね。ぴったりだと思います。あとは軽いっていうのもだし、うん、折りたたんで買うことができるのでエコバッグみたいな、ね、エコバッグみたいに少し荷物が増えそうだなっていう時に入れておけば出して使うことができるので、なのにこんなに可愛いみたいなね、こちらのバッグも活用できそうです。続いてが最後の購入品で、じゃ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 ーん、あれさっきの大きいやつになってないかさっきのバッグがこちらで、どう？あ、ちょっと違うちょっと違うんですよ。こちらのバッグの方が少しラメ感が強いんですけど、こちらのバッグはさりげないラメ感なので、うん、もう少し大人っぽいイメージかなと思います。近くで見ると分かる。うん、ラメラメする。あとこのバッグの何がいいかっていうと、肩掛けができるんですよ。確かに肩掛けるところもさ、幅が太くて痛くなさそう。そうなんですよ、痛くなくって、うん、例えばこういったパソコンも収納することができるので、うん、パソコン入れた時も肩紐が太いことによって歩いていても負担にならないです。それでも男性でも使えそうじゃない？うんうん、兼用できそうだよね。そうだね、俺も使いたいな、うん、パソコンね、今入れてみたけどまだまだ全然入るので容量もかなり入りそうです。うん、確かに。あとはカバン自体も軽いので、先ほどのバッグと同様こう折りたたんでバッグの中に入れておいたりとか、あと海外旅行に行くときとかキャリーケースに入れて持っていくと何かと使えそうですよね。いや、ほんとそうだよね、うん、高級感あるエコバッグみたいなうん、エコバッグにしてもいいと思います。そうだよね、うん、このバッグも使えそうでしょ。うん、俺にも使わせて。触った感じはストレッチが効いていて少し伸びる生地になっています。いろいろ入れても伸びてね、くさ入りそうだよね、うん、そうだね。俺今触ってみたけど伸びるのに結構しっかりしてるよ、うん、そう、しっかりしてるの。めちゃめちゃしっかりしてる。やっぱいいよね、プチプラだけどしっかりしてるから長く使えるし、いいお買い物できました。以上が私が今年の夏に購入した GU とユニクロの夏服でした。今日も紹介してくれてありがとう、うん、皆さんもよかったらぜひこの夏お買い物の参考にしてみてください。それだけも最後に見てくださりありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバーイ。